ナーです。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。今日もですね、一人一人経営で頑張るあなたに向けて有益な情報を送っていきたいと思います。今日はですね、環境が大事っていう話をしていきたいんですけども、ここ最近ですね、もうものすごくそれを痛感している出来事があったので、まあそのシェアもね兼ねてお伝えしていきたいなと思うんですけども、まずですね、あなたの周りにいている同業者、あなたの周りにいる治療家さんって稼いでいますか？もしですね、あなたの周りの治療家さんが稼いでいないのであれば、あなた自身が稼いでいなくて当然です。これね、よく言われる話ですけども、自分が普段付き合う、まあ、5人の年収がですね、自分の年収になるよっていう話があるんですけども、これですね、まあ、あながし間違いじゃないなと思ってて、本当にそう思うんですね。なんで一度ね、計算してほしいんですよ。治療家5人の年収は、まあ、これがね、あなたの平均年収になってるはずなんですね。でね、そんな嘘つけと思うかもしれないけど、これマジで当たるから。マジで当たるから。でね、僕自身はですね、なぜこれを最近すごい痛感してるのかっていうと、まあ、9月ですね、僕の塾生さん15、6人かな、売り上げ更新してるんですね。最高売り上げ更新してて、1人は400万到達して、1人は300万到達して、1人は100万到達してみたいな感じでですね、15人ぐらいの方がですね、売り上げ更新をしていってます。そして新たに100万超えっていうのがまた2人、3人出てきたんですね。こんな環境にいてたら、売り上げ更新するのって当たり前やよなっていう風になってきてるんですよ。で、僕自身もまあ当たり前だと思ってますけど、そこに参加している塾生さんがみんなそうやって言い出してるんですね。売り上げ上がって当たり前。100万いって全然すごくないよねみたいな。100万ってなんか喜べないよねみたいな雰囲気になってるんですね。この環境ってすごくないですか？僕はすごいと思ってます。なので、今までですね、いろんな本とか、まあ、成功者の方にですね、環境って大事だよっていうことを言われてましたけども、僕自身、まあそういうの、感じてたけども、今回ね、改めて、ほんまだって痛感したんですね、この環境。やっぱりですね、身の回りの治療家さんの年収があなたの年収になるんで、付き合う相手を選ばないといけないんですよ。なので大事なことは、まずですね、そういった高い収入を得ている人と一緒に時間を過ごすっていうのはまず1点です。まず1点。で、もう一つ大事なことがあって、次はですね、自分より低い年収の人とつるまないっていうことも大事です。月1回そういった人と集まってんねん。で、じゃあそれ以外の日にちはどうなってんの？稼いでないやつと集まってる。これってね、ほんと売り上げが上がらないんですね。じゃあ、売り上げが全てなのかっていうと、売り上げが全てですよ。だってビジネスしてるんですから。ビジネスしてる限り売り上げが全てなんですね。まず売り上げ上げましょう。はい。環境イコール基準値になるんですね。基準値。売り上げ上がらない人はですね、すべてのことに対して基準値が低すぎます。基準値が低いんで上がるわけがないんですよ。どんだけノウハウ学んでも、僕がどんだけノウハウを伝えたとしてもですね、あなたはきっとやらないでしょ。やらないんですよ。それなぜかというと、基準値が低いからです。この基準値を作り直さない限りですね、あなたはいつまで経っても稼げないです。なのでぜひですね、環境という部分をもっと意識してですね、普段から過ごすようにしてみてください。こうなったでしょうか。きっとですね、この動画を見た人は僕のこの動画に対してバッドボタンをですね、押しまくると思うんですけども、全然痛くも痒くもないです。押しまくってみてくれたらいいと思います。そしてね、バッドボタン押しまくって、クソ腹立つわ、あいつ偉そうにって思ってくれたらいいです。思ってくれたらいい。で、そのエネルギーをですね、ぜひ行動に移してください。ぜひ行動に移してください。行動に移すことでですね、あなたの、環境、状況っていうのはね、絶対に変わってくるんで、もう腹立っていいです。もう何くそと思ってみ。やってください。やりましょう。悩んでるんだったらやりましょう。まずやるです。はい。ぜひですね、バッドボタンを押して、そしてチャンネル登録していただけたらと思いますので、今後もですね、動画を見ていただけたらと思います。では今日の動画は以上になります。バイチャー。